こんにちは、松はいつも一人の松です。今回はですね、セリエ A に所属しておりますナポリの特集になります。題してナポリが名物会長そしてスパレッティと目指すスクデットへの道。はい、ということで、早速始めていこうかなと思うんですけれども、ナポリ、今シーズン私は試合の方はですね 12,3 試合かな、見させていただいております。ですが、フルの試合いわゆる全ての試合を、見させていただいているわけではないので、当然ナポリのサポーターの方々含めナポリの試合を全て見られている方々に比べると、知識量だったりとかは確かに少ないのかもしれないんですけれども、私がその 12,3 試合見させていただいた中で、感じたこと思ったこと、ナポリがスクデット獲得に向けてどれだけ現実味を帯びてるのかとか、そういったものを含めいろんなものをお話しさせていただこうかなと思っております。なのでぜひナポリのサポーターの方々そしてナポリを普段たくさん見られている方々セリエ A に詳しい方々ぜひ、何か、情報があればあのコメント欄で寄せていただけると嬉しいのでお待ちしております。では早速始めていこうかなと思うんですけれども、現在私が収録している時点ではですね、ナポリは現在2位につけております。30試合消化した状況で2位、そして首位はですね、AC ミランが今首位に立ってるんですけれども、勝ち点のポイント差は3ポイントなので、1試合2試合でね、逆転できるっていう可能性も非常にあるという状況なのでまだまだわからないと。で、現在、その収録時なんですけれども、30試合、消化した状況で、得点が53得点取ってます。これはですね、非常に、得点力もしっかりとあるという状況だと思うので、1試合平均1点なんぼかな、大体それぐらい取れてると思うんですけれども、オシムヘン、インシーニエ、ポリターノ、ジエリンスキー、この辺りを、中心に攻撃を行いながら、後半から出てくる、ロサーノだったりエルマスだったり、こういった辺りの選手を、起用してしっかりと得点は取れているという状況なので2位という順位は非常にいいと思います。ただね、シーズン途中にオシムヘンが怪我で離脱してしまったりしたことで少し苦しいなっていう、状況も、シーズン前半にはありました。ではですね、現在のそのナポリの、スタメン、オーソドックスというかね、よく一番使われるであろう形と、スタメンを発表させていただきます。基本の形は多分 4-2-3-1または433なんですけれども、4-2-3-1の形で紹介させていただきます。ゴールキーパーメレト、右サイドバックディロレンツォ、センターバックはラフマニとクリバリのコンビで、左サイドバックはマリオ・ルイと、でアンギサとファビアン・ルイスのダブルボランチに、右ポリターノ、トップ下ジエリンスキー、左インシーニエ、ワントップオシムヘンというような形だと思います。当然433に可変するというかね、433ですることもあるし、当然このスタメンから入れ替わる選手もいます。例えばデンメだったり、ロボトカだったり、エルマスもそうだし、メルテンスとかね、このあたりもそうかなと思うんですけれども、このチームを率いているのが、スパレッティというね、素晴らしい指揮官だと思うんですけれども、彼がこのチームを率いて今戦っているという状況なんですけれども、彼が行う戦術がもうすでにこのチームには浸透していると言っていいと思います。それぐらい内容面も非常にいいと思うし、当然ね、課題がないわけではないんですけれども、チームとして行っているものに迷いがほとんど感じられないし、選手たち本人も監督の意図を目指すものに忠実に再現しようと努力している姿っていうのは見えますので、選手たちも多分スパレッティのことを信用しているだろうし、監督も、選手たちを信用している、本当にこういい関係なんだろうなっていうのが、見て取れております。で、今の話に、続くことになるんですけれども、チームの完成度は非常に高いと。で、スパレッティが行う戦術っていうのは、よくパスを多くつなぐチームってよく言われるんですけれども、このチームの特徴は、サイドバックがあまり高い位置を取らないですね。低い位置で基本的にはサイドバックが絡むような形でビルドアップをする、数的優位を必ず作りながらボールを持ち運んでいくと、
いうようなことをまず行います。なので、まあ、アグレッシブに出てくるような対戦相手だったりするともう一気にその背後を狙ってオシム編のスピードだったりを使って、一気に、カウンターというかね背後を狙った攻撃を行ったりもします。なので、まあ、両ウィングが基本的に幅を取るんですよね、うん、でその中で背後への意識の高い、まあ、インシーネだったり、まあ、ポリターノだったりとかね、ここに関わってくるこうファビアン・ルイスだったりとかで、アンギサはねもう本当にこのチームに移籍してきて、まあ、完全にフィットしてるし中心的な選手、ではあると思うんですけれども、やっぱりこう潰しも効くしボックスとボックスで仕事もできるし、こう目立つようなね、技術っていうのは確かにないのかもしれないけれども、まあ、武骨ながらチームにこう大きく貢献できる、選手だと思います。まあ、時折ね体の向きだったりとかその判断の部分でちょっと怖いなって思う部分はまだまだアンギサにはあるんですけれども、現状そこをね、あまりこう欠点に見せさせていないようなねチームとしてのまあ攻撃そして守備戦術っていうのを、まあ、スパレッティが準備できているので、非常に強いチームだと思います。なのでまあボールを持ってね押し込むことを大前提にするチームなんですけれども、パスをつなぐことだけにね、まあ、固執はしてないと、しっかりと幅も使うし背後も使うし、で相手のアクションリアクションに応じた、戦術だったり形っていうのを選手それぞれに落とし込んでいると。なので、当然ねセンターバッククリバリラフマニっていう、まあ、素晴らしいセンターバックコンビがいるし、まあ、ここに関わってくる、まあ、アンギサファビアン・ルイスだったりね、まあ、ポリターノ、ジェリンスキーだったり、まあ、状況に応じた数的優位を生み出したビルドアップっていう形を当然ね、まあ、素晴らしい強度で襲ってくるチームっていうのは、まあ、ヨーロッパにもたくさんあるし、そこをかいくぐるってなると当然ナポリとしても難しくなると。なのでやっぱりナポリとしてはこう両方のね、押し込む状況そしてアクションを起こしてくるチームに対するリアクションのサッカー、まあ、両方できるんですけど、ただやっぱりどうしても、まあ、よく言われるものなんですけれども、やっぱりねチームとして崩すチームとしてボールを持ち運ぶっていうのは、まあ、当然難しいし技術もいるし選手の判断、ポジショニングっていうのが、まあ、全て噛み合っていなければどこかでズレが生まれるし、相手にスティールされてしまうし、共有ができなくなってしまう。だから非常にまあ難しい緻密な、フットボールになるんですけれども、背後になると確かにシンプルだし、まあ、ボールをつなぐことよりも簡単なのかもしれないけれども、そうなってくると簡単な分ね相手としても対応できるし、この部分で対応できてしまうようなセンターバックが相手にいたりするとやっぱりオシム編としてもやっぱ苦しい状況になってしまうと。だからやっぱりこうナポリがね今こう高順位につけてるのは当然スパレッティが、オシム編っていう、まあ、エース大エースがいない中でも、しっかりと勝ち点を苦しい中でも得たり、苦しい試合をものにしてきたからこそこの順位にいると思うし、当然、ユベントス、ミラン、インテル、まあ、当然ライバルチームっていうのは非常に多いですし、まあ、彼らも勝ち点っていうのを間違いなく多く狙ってきてますから、そこにね追いつき追い越せそしてスクデットっていう部分になると、やっぱり一つの勝ち点を失うことっていうのがやっぱスクデット獲得に大きな影響を催してしまうと及ぼしてしまうとなると、やっぱりナポリとしてもやっぱチームとしても監督そして選手としてもやっぱりエースがいないからとて、負けるわけにはいかないという、まあ、メンタルが整った中で戦えていたから、素晴らしかったんじゃないかなと思います。そして現時点でね先ほども、紹介したんですけど2位という中で、まあ、AC ミラン首位の AC ミランと勝ち点差は3ということなので、まあ、全然スクデットの獲得っていうのは非常に現実味があるし全然できないことではない。でこれで獲得してしまうとナポリとしては、素晴らしいと思うし、来シーズンのチャンピオンズリーグそしてスクデットも本当に何年ぶりとかじゃないですよね、結構久しぶりだと思うんですけど、大きなね、まあ、新たな歴史の1ページを刻むことになりますから、当然選手たちもねやる気満々だし狙える現実っていうのを、まあ、選手たちも理解して戦っているでしょうからね、うん、だからこのチーム今非常にね、セリアの中で僕非常に注目して見てるんですけれども、非常にいいチームなのは間違いないです。チームとしての完成度も含むで、個人的にねやっぱりこうクリバリだったりとか、まあ、ラフマニ、リロレンツォだったりね、アンギサ、ファビアン・ルイス、インシーニ、オシムヘンとかね、まあ、いい選手もちろんたくさんいるんですけれども、
個人的にはねポリターノにちょっと注目してはいます、明確な突破力とかね、こうなんていうかな、もうみんなが驚くほど、みんながこうあっと驚くようなこう特別な技術っていうのはないのかもしれないけれども、やっぱりサイドで、起用されたりするシーンが多いですけど、まあ、しっかりと忠実に、監督の言ったことを再現しているし、まあ、ハードワークも怠らない選手なので、こういう選手がねチームにいるとやっぱり、チームやっぱ活性化するし、前からこう守備する部分でサボらない選手っていうのはいいですからね。この選手非常に僕も気に入っております。はい、あとはね、まあ、よく話題になりますけど、ナポリのバンディエラ、インシーニエ、来シーズンアメリカに行ってしまうということなので、多分ナポリとしても、まあ、彼に最後の花束ということで、まあ、スクデットを与えて、まあ、チームを去っていってほしいと思っているでしょうから、頑張ってほしいなっていう思いはすごくあります。まあ、そうなってもしですけども、まあ、タイトルを獲得するとなったとなると、まあ、来シーズンチャンピオンズリーグの出場ができるということで、まあ、収入も大きく見込めると。でそうなってくると、まあ、補強だったりね、そういった部分も、まあ、いろいろ噂も出てくるでしょうけれども、まあ、問題はね、名物会長ですよね。まあ、この会長がまあ、ちょっとクセモノなので、まあ、自分たちがこう補強するってなると、まあ、安く取ってきて売るってなるとね、まあ、相当な大金をはたかないと、まあ、出しませんよっていうような、まあ、会長なので、補強はうまいんですけど放出はうまくないと僕は思ってて、だから正直その現状ね、まあ、立場が危うい選手って多分ロサーノだったりメルテンスだと思うんですよ。でロサーノに関してはもうほぼ途中出場が多いし、まあ、本人も過去にねナポリのことを、自分がステップアップするための、まあ、一つの、まあ、経由地点みたいな感じのことを言ったと思うんですけど、あれが非常にね反発を食らってましたし、まあ、当然だと思うんですけども、その中でベンチに座ってる状況ですから移籍っていうか可能性も非常に高いですし、でメルテンスに関しては非常に年齢もね34歳5歳ぐらいかななってると思うんですけれども、年齢も重ねて、ナポリでもう十分もう戦ってきましたから、インシーネと同じタイミングで移籍っていうのもあり得るのかなと思います。なのでこの、デラウレンティスかな会長、デラウレンティスがしっかりとこの彼らの、こと、そして彼らが望む移籍先っていうのを模索してあげて、まあ、彼だけじゃないですけどね、デラウレンティスだけじゃないですけど、チームとしてフロント全員が、しっかりとした形で見送ってあげればすごくいい形で、ナポリを去ることも本人たちもできると思うんで、だからその中で、まあ、補強ってなるとまた難しくなるんですけど、まあ、どういう選手を補強するかですよね。なんか一気にこう大物選手を取ってくるっていうのもありなのかもしれないけれども、そうなってくるとねなんか一気にチームが崩れそうな気もするし、だからしっかりと現場のね意見、スパレッティの意見を汲み取った補強っていうのをすれば、例えば今シーズンスクデットを獲得できたとしても、まあ、来シーズン連覇みたいなこともね、できると思うし、もし今シーズンスクデットを取れなかったとして、チャンピオンズリーグ圏内はまあ間違いないでしょうから、その先での補強で来シーズンのスクデット獲得に向けて、大きな準備っていうのもできるでしょうから、だから今シーズン、まあ、本当にセリエ A の試合もねたくさん何度か見させていただいてるんですけれども、個人的には非常に今一番、興味を持ってるチームであります。はい、ということでちょっとナポリ特集今回でというかね、これで最後になるんですけれども、まあ、僕はねそのナポリ、まあ、普段先ほども言ったんですけども、まあ、十数試合見させていただいて、やっぱりねチームそして率いる監督によってこのチームの特色も色も変わるじゃないですか。まあ、アンチェロッティが率いてたし、まあ、サッリも率いたりしてて、まあ、それぞれの監督でまあ全然色が違うけど、でこのスパレッティになって、まあ今シーズンだったよね確か監督になったの、まあ、それなのにこの内容落とし込んでるっていうのは、まあ、スパレッティの手腕もそうだしすごいと思うしね、選手たちのその監督の言ったことをちゃんとできているっていうこと、だから能力の高い選手が非常に多いってことですよね。だから僕はね、まあ、あんまりこんなこと言うのもあれなのかもしれないけれども、今セリアで一番応援してるチームです。はい、
ということで、今回のナポリ特集は以上になるんですけれども、ぜひ最後にチャンネル登録、コメント、そしてツイッター、インスタグラムのフォローもよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。